柳舞の聞いてよ聞いて。皆さんこんにちは、柳舞の聞いてよ聞いてへようこそ。番組のパーソナリティを務める歌うベビーシッター柳舞とアシスタントの高橋由衣です。よろしくお願いします。この番組では柳舞の皆さんに聞いてほしい趣味、歌、最近あったこと、皆さんからいただいた喜怒哀楽のエピソードなどを聞いてよ聞いてという感じで、毎週リスナーの皆さんと一緒にゆったりと楽しい癒しの時間を過ごしたいと思います。番組の中で生歌コーナーもありますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。始まりました。今週もよろしくお願いいたします。温度差柳舞と高井さんの温度差いやでもそれがね、高井さんのテンションめちゃめちゃ上がってますからね。今上がってるんですね。今上がってます。見えないかもしれないですけどめっちゃ上がってるんで大丈夫です。いやもう安心感がある高井さん、本当。はい、今週もよろしくお願いします。お願いします。で、まずですね、私の自己紹介はね、毎週聞いてくれてる方もいると思うんですが、はじめましての方もね、たまたまつけたよっていう方もいると思うので、はい、ちょっと自己紹介したいと思います。鹿児島県出身で、今歌うベビーシッターとしてシッターをしながら歌を歌ったり、ウェブモデル、広告モデルなどモデル活動をして、都内をね、中心に活動していて、で、あと路上ライブとかもね、ちょこちょこやっております。土日が多いかな、はい、っていう感じで活動しております。よろしくお願いします。はい、柳舞です。覚えてください。はい。ということでね、高井さん。はい。夏。なんか食べました？夏っぽい食べ物。じゃあ入り下手か。あるんです。このね、流れがね。話したい内容があるけどね。入りがむずい。夏食べましたよ、夏っぽいもの。何食べてます？私はもう夏はもっぱらそうめんを食べ続けるんですけど。わかる。美味しいですよね、そうめん。今年はもう本当にいろんな漬け汁を変えて変えて、うん、毎日のようにそうめんを食べておりました。どういうレパートリーがあるんですか？やっぱ基本的にめんつゆじゃないですか、ね、うん、あとは私はめんつゆを水じゃなくて豆乳で割ってなんか食べるラー油とか入れるとめちゃめちゃ美味しいんですよ。なんか担々麺っぽくなりそう。そうですそうですそうです。美味しそう。マジで美味しいですね。へー、初めてだな。なんかあのそうめん私も好きで、乳麺、あー、はいはいはい、温かいやつ、そうめんをよくコンビニで買ってコンビニでチンして食べてます。あー、いいですね。でもあと何だろうな、あの流しそうめんとか、うんうんうん、実家にいた時はやってたんですよ。でこっちに来て、はいはいはい、なんかみんなあんまやんないじゃないですか。もちろん一人暮らしでね、一人で流しそうめんしないだろうけど、なんか具があって、あのなんていうの、七味じゃなくてなんていうんでしたっけ、あの薬味、あ、薬味薬味として実家で出てたのが、はいはい、おしそだって。しそ、わかります？しそ。いいとれじゃん。しそね、あの、いい匂いがするしそ、はい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 、と、あと、あの、なんだっけ、あの、そぼろ。そぼろ？そぼろ、鶏そぼろ。と、あと、まあ、ネギでしょ、普通に。で、あと、あの、揚げ。あ、揚げ、はいはいはい、はい、とか、そういうのを結構具沢山に入れてたんですよ。そうなんですね。でもこっちに来たらあんまりなんかみんな入れないから、うん、確かに確かに、ちょっとなんか物足りなくてなんか家で食べる、あとあの揚げナスとかも一緒に食べると美味しいんですよ。良きじゃないですか。良きなんですよ。具沢山いいな。具沢山いいですよね。っていう感じで、そう、あの夏の食べ物といえば、そうですね、確かにそうめんかも。私はそうめんでしたね。なんか前々食べました、今年の夏。よくぞ聞いてくれました。これが喋りたくて仕方がなかったこの話題を。そうだった、なるほど。あのかき氷を食べに行きまして、はいはいはい、そう、あの鹿児島といえばね、白熊が有名なんですよ。そうですよね、有名ですね。あのすごいいっぱい具が乗ってる、あの練乳に浸されたやつなんですけど、めちゃ甘いね、美味しいね。そう、東京この間ね、代官山のうららっていうかき氷屋さんに行ったんですよ、はい、で、なんかあんまりかき氷屋さんって行かないじゃないですか。なんか専門店ってなかなか、で、なんか結構東京のこうかき氷って
なんかこう口に入れた瞬間溶けちゃうとか、なんかサラサラしてる、ね、なんかふわふわみたいな、ふわふわのような口に入れた瞬間溶けるみたいなキャッチフレーズ多いじゃないですか。多いですね。結構なんかしっかりしてて、いやそれと同時にあの自分で包む、はい、なんだあれ何ですか、餅に包む大福だ、大福を自分で、あの入れたいものを入れて作るっていうのをやったんですよ。そこのお店で、めちゃくちゃ美味しくて楽しそう。なんか自分で大福作るってあんまりなくないですか。ないですね。大福をこう自分で紐でカットしてとか一時期流行ったけど、初めて行ったんですよそこ。でなんかあんこと、あのなんだっけ、みかんとイチゴのなんかちょっとつぶつぶしたやつ入れて食べました。え、めっちゃいいじゃないですか。夏の食べ物を感じてきました、でもなんかあのみんなやっぱかき氷を目当てに行くから、部屋の基本温度が高めなんですよ。なるほど。多分寒いってみんな言うから、なんか汗かきながらあの食べましたっていうのも、まあいい思い出かな、まあ、夏らしいですね。そう、口の中は冷たい、でも周り暑いみたいな、なのであの楽しんできましたという夏の思い出をちょっと喋りたくて。いいの、気になるそのお店。ぜひぜひ行ってみてください。行ってみます。裏っていう、しかもね、入り口ものれんなんですよ。そうやってるみたいな感じで入れるまさに動画撮ったんですけどすごいなんか中もすごい風情があって、お座敷なんですよ。あ、中もいいですね、和ですね。 和なんですよ。で、まあ、あの原始的にこう扇風機が回ってて、はい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 、はい、で汗をかいてあのそうかき氷を食べるっていう。なるほどですね。練乳付きとかいろいろあって、メニューは、はい、私抹茶を食べて。あ、いいですね。抹茶練乳かな、っていう感じですごい夏を食べてきました。いや、しっかり夏してるじゃないですか、はい、夏してきました。またね、夏の食べ物これね、あのコーナーとしてできそうですね。いや、できそうですね。でももう来年の夏とかですか。あ、そうか、もう9月入っちゃったんで終わっちゃうな。じゃあ次秋だな。 秋の味覚は私めっちゃいけますよ。私もいけない。え、ちょっとこれは、まあ、置いといて次のね、そうですね、コーナーに行きましょうか。行きましょう。皆さんもじゃあ、あれですね、お便りで、あの秋のみんなが食べたいものとか、もうちょっとしたらね、10月ぐらいになったらお便り募集しましょうか。そうですね、そうしましょう。それでは、1曲目聴いてください。どうぞ。聞いてよ聞いて。はい、続いてのコーナーは喜怒哀楽コーナーです。おー、やってまいりました。本日は本日は楽です。楽、いいですね。来ましたね、喜怒哀までね、前回やって楽、終わっちゃったなって感じですね。一周して、まだ2周目も皆さんありますからぜひね、またね、次は楽か、あ、違うな、喜ですね、喜んだことと、ですね、ですね、はい、ぜひぜひ、あのお待ちしておりますということで、今週はね、楽しかったことかな、お便りが届いております、はい、ありがとうございます。じゃあ早速、読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームタッチさん。はい、マイマイ、高橋さん、こんにちは。こんにちは。先日ゲリラの豪雨が、すいません、入ってないです。やばい、タッチさんが間違ってるみたいになってるけど、すいません、ゲリラの豪雨じゃない、ゲリラ豪雨ですね、ごめんなさい。先日のゲリラ豪雨がすごかったんですが、前々高橋さん、スタッフの水田さんは大丈夫でしたか。それと怪我や体調崩してませんか。優しい優しい。前々を初期から応援しててすごく楽しかったことは、舞台やイベント、路上ライブにたくさん行けて嬉しかったことと楽しかったことです。いつも勇気、癒し、元気をもらってます。感謝してもしきれないです。ありがとうございます。もちろん今も楽しめています。いつも頑張ってくれてありがとう。これからも応援しています。マイマイファイト。すごい優しさ。優しさ溢れてませんか、このファンの方。本当に素晴らしい。この方はですね、本当に初期の初期から、あの私が活動を始めた時から路上ライブに来てくれていて、すごい。そうなんです、ありがとうございます。ありがたいですね、読むのが下手でこんなにいい内容なのに最初のゲリラのゴールでちょっと出だしつまずきましたけどね。出だしつまずいて、まあ、その後はいい感じでしたよ。ちょっと引きずっちゃいました、私読むのも。ゲリラの豪雨、ゲリラの豪雨ということで、ありがとうございます。はい、はい、それでは次いきますね。
レモンさん、あ、ラジオネームレモンさん、はい、まいさん、高橋さん、こんにちは。こんにちは。楽しかったことは、まいさんのラジオがいつも楽しい、いつも面白くて、高橋さんとの息が合ってハモったり笑うタイミングも似てたり、いろんなエピソードも聞けて とても楽しい時間でした聞いてて楽しめました。今日も楽しめてます。あ、今も楽しめてます、だそうです。あ、危ない甘噛みしまくりっていう、ごめんなさい、なんだろうな、ちょっと口が回るラジオパーソナリティとして、そうですね、ちょっとあれ、ね、まあまあまあ、あの、伝わりましたかね。伝わりました。内容はすごくいい内容ですよね。いい内容、ありがたいですよね。やっぱり、うん、こう回数重ねると、はいはいはい、合ってくるんですかね。いや、合ってきてますよね、確実に。合ってきますよね。最初だってもうあの壁がね、まだあった感じしましたもんもうなんか、まあね、普段ね、打ち合わせの時とかもこんな感じだけど、うん、そうですね。やっぱね、あの、よろしくお願いします、今日お願いしますっていうのから、ちょっとなんか気持ちが、うんうん、今日も高橋さんがいるみたいな気持ちで挑んでますんで、いつも。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。息合ってるらしいです。ありがたいです。今後とも何卒、ね、よろしくお願いします。ね、レモンさんもありがとうございます。これからもね、ぜひ聞いてください。あとですね、インスタでも実は呼びかけまして、はい、お、みんなの楽しかったことなんですか、うんうん、っていうので、いきますね。はい。ツーマンライブがあったことかな、にっこりマーク。ああ、それは楽しいですよ。8月18日、横浜マリンタワーでのマイマイのライブが楽しかった。誕生日の前日だったからなおさらって書いてある。ああ、すごい。タイミングがいいですね。おめでとうございます。この方、そう、お誕生日だったみたいで、うんうんうん、最後ね、来てくれた方に、私、メッセージ、あの、ちっちゃいメッセージカードでお渡ししたんですけど、はいはいはい、あの、ハッピーバースデーって書いたのを私たちめちゃくちゃ喜んで、いいですね、うんうん、家でしみじみ見ますって言ってくれてたから。いや、それは嬉しいですね。素敵な誕生日過ごせたかな。うんうん、はい、次、横浜マリンタワーでの三つ編みお団子の浴衣姿のまいちゃん、たくさんチェキ取れて楽しかった、あ、嬉しか、楽しかったって書いてある。あー、お幸せですよ、それは。わー、みんな楽しんでくれてますね。ねー、すごい、なんかツーマンライブのことが、あ、この方もだ、マリンタワーからの夜景をバックにすごく近くでまいさんたちの歌を聴けたこと。いや、幸せですよ、幸せ本当に。あとはですね、あ、すごい、陰ながら応援してるねってコメントで言ってる。なんという素敵な方ですね。陰ながら、陰から応援してくださってるんですね。陰ながら、表から応援してくれていい、ね、ぜひね、気が向いたら表に来ていただいて本当にありがとうございます。じゃあ今度表でお待ちしてますはい、次、あ、浴衣姿で歌うまいまいが可愛くて楽しかった、だって。あー、やっぱもう最高じゃないですか。すごいな、浴衣毎日着ようかな次、お、これはいいですね、お盆に息子夫婦が帰省して孫と遊べたこと。あー、幸せだ。素敵、素敵ですね。いいですね、お盆。え、高橋さん、帰省はあれですか、帰省じゃないか。うちはもう、みんな近いんですよ親族みんな千葉におりまして。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。え、でもなんか、お盆とかって集まったりしました？あ、一応集まって、まあ、おのおの仕事があるんで行ける時に行って、うんうんうん、ちょっとお墓参りしてみたいなことはしましたね。あー、なるほど、なるほど。あー、やっぱお盆、お盆ですね。そうですね、お盆ですね、お盆ですねだから、お盆ですね、お盆ですよ、なんかありましたよね、こういうフレーズご飯ですよかやばいですね、ごめんなさい、ごめんなさい話が逸れてる、逸れて、楽しかったことです。楽しかったこと、そうですね、ずれてて、危ない危ない、ちょっとご飯ですよかな、楽しかったことに戻していきたいと思います。あ、あとね、一通来てるんですが、ちょっと一旦ね、あの CM 挟んで、はい、次の、あのお便りいきたいと思います。はい、はい、それではどうぞ。聞いてよ聞いて、はい、またまたお便りをいただいているので、はい、お読みしたいと思います。ラジオネーム、ベニーモさん、マイマイ聞いてよ聞いて、楽しみにしていることは、路上ライブやイベントでマイマイが頑張ってるのを見ること。笑顔が素敵で歌声でいつもパワーをもらってます。嫌なことや落ち込むことがあっても、マイマイが頑張ってるのを見ると自分も頑張ろうと思っています。これからも応援しています。そしていつもありがとう、
喉を壊しやすいのでしっかりケアしてゆっくり休んでくださいね。すごい親みたいな親みたいなメッセージいただいてますが、ですね、親ですか親なのかもしれないあのそう私頑張りすぎると喉をちょっと結構痛めやすくてですね、うん、あそうなんですね。あの蜂蜜よく舐めたりとかしてるんですけど、大事大事マヌカハニー、ね、あの応援してくれてるのかな、うん、ありがとうございます。ありがたいですね。次茶葉さん、はい、いつもラジオで元気もらってます、はい、ありがとうございます、楽しかったことはこの前久しぶりにゲームセンターで UFO キャッチャーをやってきました。そこでフィギュアと大きくて柔らかいクッションを取ることができました。すごーい嬉しいプチあれですね嬉しい、 嬉しい楽しかったことかなできました、なんとフィギュアは700円で取れて大きいクッションは100円で取ることができました。すごお得、なかなか取れないと思ってたので自分でもびっくりしましたがとても楽しかったです。マイマイと高橋さんは UFO キャッチャーの楽しかったエピソードはありますか、聞いてみたいです。すごいすごい100円で取れることあるんだね。大きいクッションなんかなんか ね、 ねなんかだいぶでかいのかな、あれ重そうですけどね。UFO キャッチャー得意ですか。いや全然めっちゃなんか得意そうだけど。いやまあ昔はめっちゃ好きでした、うん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 、最近はあんまやらないんですけど、でもこの間久々にやってきました。本当に1年ぶりぐらいに、すごいタイムリーな。めっちゃタイムリーです本当にそうなんか何撮りました。推しの、まあ、アイドルグループの、まあ、ぬいぐるみが出てまして、ちょっとこれ話してもいいですか。すいません、ぜひぜひ待ってましたそのぬいぐるみがもう大人気だったので、うんうん、もう開店前から並んだんですよ、はい、でもそんな人気。私もう開店前に行ったのにもうすでに並んでて、やばいやばいどうしようと思って。初日ですか。それは初日です。すごい激アツそうなんですよ。でめっちゃ下手だから、うん、なんか後ろの人に待たせちゃって迷惑かけるかもどうしようみたいにずっと思ってたんですけど、うんうんうん、いざ開店して、はいはい、みんな始まったらもう1個取れるたびに並んでる人みんなで拍手みたいな。あーすごい、おめでとうみたいな。なんといい世界線。そう、全然知らない人同士なのになんかみんなで頑張れおめでとうみたいなめちゃくちゃ温かい空気ができてて。でもあれですよね、UFO キャッチャーだから、うんうん、取れない人もいるってことですよね。取れない人も中にはいるんですけど、でもみんなオタクなんで、あの、うんうん、取れるまでやる。めっちゃ時間かかりそう、回ってくるまで。そうなんですよ。1人何回とか決まってないんですか。上限はなくて、なんか個数1人1個までみたいな感じなんですけど。なるほどなるほど。みんな一生懸命頑張って、みんな頑張れとか取れたら、やったねおめでとうみたいな。優しい世界。そうなんですよ。なんてあったけえところだと思っていいですね、そのファンの方たち、いい方たちが多いんですね、うん、本当にだいぶお金は飛びましたしたけど、いい思い出になりましたちなみにどれぐらい頑張ったんですか。あ、まあ、まあ、まあ、ヒレオ5人。ヒレオ5人、すごいヒレオって5000円1000円旧札の話です、すみませんね。ヒレオは1000円で5枚ってことですね。そうですね、5000円、すみません、はい、計算しちゃった頭の中すごい。でもね、好きだから、うん、そうなんですよ、関係ない。もうあの空気に入れたことに対してもう払ったお金なんで、うん、あ、じゃあ高井さんが取れたらみんな拍手みんな拍手してくれ、あ、ありがとうございます、ありがとうございますみたいな。幸せ。それめっちゃ楽しかったこと。めっちゃ楽しかったことです。最高です。マイマイはやりますか、クレーンゲームとか。クレーンゲームはほんとたまに、ほんとたまに、でも、うんうん、意外とうまいかもなんですよいや、なんかなんだ、ドラッグストアとかの、うんうん、田舎なんですけど、ドラッグストアとかの、はいはい、入り口に2つぐらい並んでるのとかあるじゃないですか。あるんですか。 あるんですよそう、あるんですよそしたら、そこで撮ると、なんか2個撮りとか、結構できちゃったりします。すごい。そう、で、ちょっと前にお母さん、実家に帰った時に、はいはい、お母さんと一緒にそれを見つけてやったんですよ、うんうん、はい、そしたらお母さんがハマっちゃって取れるんだみたいな、はいはいはい、この間帰ったら増えてました一人でやったみたいで。そうだ、ハマってますね。背中を押してしまってそう、でも私が撮った UFO キャッチャーのぬいぐるみを枕元に置いて寝てますので、うん、かわいい。で、お母さんが朝起きないと、犬飼ってるんですけど、はい、犬が怒ってその UFO キャッチャーで撮ったぬいぐるみを、はい、散らかすっていう
ていうちょっとしたエピソードなんですけど、かわいい、平和だな、かな、なんかこれが撮りたくてみたいなのはないかも、なんかフラッと立ち寄って、お、これは落ちるかもみたいな。なるほど、大きいのはないですね、撮ったこと。難しいですよね、なんか置き場所も困りません？あ、それはありますマジで勢いで撮るけど、うん、持って帰るのもちょっとね、あの、ね、荷物になるし、だからこう、なんだろう、キーホルダーぐらいがね、って思ってやっちゃうんですけど、でもなんか、大きい、なんか今、巨大クレーンゲームみたいなの、ありますよね。ありますよね、うんうん。なんかもう、それこそね、みんなで見て、みんなで あの囲んで、上からガシャー掴んでっていうのをやってみたいかもしれない。それこそ YouTube の企画とかで面白いじゃないですか。いいかもしれない。いくら使うかな。巨大だからね。そう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 。いやでも楽しそう。うん、いいと思います。ちょっと検討したいと思います。っていうことでね、あの、待て待て、質問は、あ、楽しかったエピソード、まさにね、そうです、楽しかったです。高橋さん推しのアイテムをゲットできたっていうのと、はい、私はお母さんとの思い出、おきゃちゃんの思い出。本当に可愛い、あったかい。なんかあのあるじゃないですか、こうカップルで行って、うんうんうん、でこれ撮ってって言って彼氏がめっちゃ頑張って撮るみたいな。ありますね。あります、そういうエピソード。いや、あるわけないじゃないですかそうなんですよね。欲しいものは自分で撮りますよかっこよ、さすがです確かに、あの、私1個エピソードがあって、あの UFO キャッチャーなんか、はいはい、ラウンドワンに行った時にお付き合いしてた方と、うんうん、すごい可愛いテッドのぬいぐるみがあったんですよ、はい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 、でなんか欲しいなーって言って、うん、相手が5、6回やったんですよ、はいはい、で取れなくて、うん、でもなんか終わりどころが彼的には多分そうですよ、ね、分からなくて、取ってあげたいですしね、取ってあげたいけど、うんうん、めっちゃかかるなみたいな、はいはいはい、でちょっと、まあ、1回前やってみていいって言って、うんうんうん、やったら1回で取っちゃった私が結局取りたいって言ったら自分で取っちゃったっていうパターンはあります。あー、なんとも言えない気持ちになったでしょうね。でもね、その5、6回でその何、落とすところまで近づけてくれたのかもっていう。なるほどなるほど、協力プレイですね。協力プレイだったけど、うん、でもやっぱ最後はあの彼に落としてほしかったっていうエピソードはありますね。なるほど、まあ、それもね、いい思い出、まあ、今となっては笑い話みたいなねっていうエピソードがありました、っていう感じで、ありがとうございます、茶葉さん、すごいね、盛り上がっちゃった、ね、ありがとうございます、キャッチャーネタで、はい、じゃあそれではお便りの宛先をね、あ、そうですね、読みましょうかね、はい、お願いします。じゃあメモのご用意をお願いします。いきます。 info@892fm.com info@892fm.com ファックス千葉 043-441-5592 043-441-5592。 おはがき封書の宛先は郵便番号260-0021 260-0021 千葉市中央区新宿 2-2-5 一富士ビル4階千葉市中央区新宿 2-2-5 一富士ビル4階スカイウェーブ FM 柳前の聞いてを聞いてまでお願いします、メールをいただいた方には抽選でスカイウェーブステッカーに柳前のサインを入れてプレゼントいたします。皆様からのリクエストメッセージお待ちしていますということで、はい先週がね、バッチリグーだったんで、先週が良すぎましたね良すぎましたね、びっくりするぐらい高井さんが呼んでんじゃないかなってぐらいあのスムーズでしたねということでね、ぜひぜひあのリクエストなどお待ちしております。次回はですね、もう喜怒哀楽全部終わったんですけど、うんうん、木からまた始めましょう。はい、もう一周、はい、もう一周始めましょう、はい、ということで、あと歌のリクエストなどもね、ぜひお待ちしてるので、ぜひお待ちしておりますということで、それでは一旦 CM 入ります、どうぞ。 89.2 Skywave FM 聞いてよ聞いて、はい、それでは続いてのコーナーは生歌コーナーです。よろしくお願いします。待ってました。今週もですね、はい、あのリクエストいただいた中からちょっと一曲選んで歌わせていただきたいと思います。お願いいたします。何だと思いますかね
知るかって感じなんですけど、じゃあちょっとね、じらさずに、はい、はい、言いたいと思います。あいみょんさんのマリーゴールド。ああ、いいですね。いい曲ですよね。うんうんうん、じゃあちょっとね、早速歌わせていただきたいと思います。はい、それでは、聴いてください。じゃあ
ありがとうございました。ありがとうございます。ということでね、はい、歌わせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。この曲はですね、うん、リクエストいただいたんですけど、ちょっと思い出の曲でして、はい、ちょっと前に、というかだいぶ前なんですけど、マリーゴールドさんが、マリーゴールドさんって何やねん。マリーゴールドが流行った時期に、歌ってみた動画で、柳舞が歌ってみたで、動画を回して、はいはいはい、ちょっといろんな場面を撮影しながら、歌ってみたで私の声を乗っけて、YouTube に上がっております。そうなんですね。そうなんです。柳が漢字で、舞がひらがなで、柳舞、マリーゴールドで探してもらえれば多分出てくるかなと。なるほど。思うので、ぜひよかったら検索してみてください。はい。ということで、はい、ありがとうございました。聞いて。で、続いてのコーナーはちょっとね、はい、今週はお野菜について、お野菜について、そう、ご丁寧になったけど、お野菜について、喋りたいと思います。なんで野菜について喋りたいかと思ったかというと、この間ね、鹿児島に帰った時に、はいはいはい、収穫したんですよ。うち、なんか家で家庭菜園していて、はいはいはい、で、結構本格的なんですよ。そうなんですね。なんかちょろっとな感じじゃなくて、うんうん、ここの列はトマト、この列はなんだろう、ゴーヤ、うんうん、でキュウリ、ナス、シシト、すごい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 んですよ。もう季節ごとに父母が頑張っていて、別に売るとかじゃないんですよ、うんうんうん、売るとかじゃなくて、もう本当にいっぱい取れたものをご近所さんにあげるっていう、うん、その楽しみで一生懸命作ってるんですけど、そのね、鹿児島に帰った時に収穫をしまして、うんうんうん、ゴーヤを収穫したんですよ。いいじゃないですか、夏ですね。夏ですね、うんうん、もう本当に、でもね、ちょっと終わりかけだったので、うんうんうん、色変わってるのとかもあったんですけど、お母さんに取ったものを、はいはい、なんだろう、大輪酢っていう酢があるんですよ、鹿児島の、うん、その酢につけてもらって、はい、食べたらもうちょっと苦味も美味しい、うんうんうん、くて、わかります？わかりますよ、ゴーヤって美味しいですよねとか、あと味噌炒めにしたりとかして食べました。いいなぁ。あとね、ご近所さんに帰ってきましたって挨拶言ったんですけどご近所さんも、畑やってて、ヘチマをくれたんですよ。ヘチマってなんか食べるイメージあります？いや、あんまりない。ないですよね、はい、なんか私の中のヘチマのイメージはなんかちょっとカラカラに乾燥させて、うんうん、こうたわしにするみたいな、あ、はいはいはい、小学校の頃のイメージだったんですけど、うんうん、初めてそれこそ味噌煮、味噌炒めみたいにしてもらったら、はいはい、美味しくて、そうなんだ、なんかトゥルントゥルンしてるんですよ。トゥルントゥルンしてるんですか、ヘチマって。食べてみてください。知らなかった、ヘチマトゥルントゥルンで調べれば多分作り方出てくるかもしれないが本当にっていうなんか新しい体験をしたので、はいはいはい、なんか夏の野菜、なんか夏じゃなくても野菜ありますか、好きな野菜。私はもうトマトが好きで好きで、トマトね、トマト、いいですよね、はい、毎日鬼のように食べてます。あー、確かに美味しいですよね、体にもいいし、リコピンこれだ、今ハマった、これのことだ、あの方が言っていたのリコピンいいですもんね、リコピンいいですね、体に、うんうん、からちょっと糖分あるんでしたっけ。そう、甘いやつはだいぶ甘いです。フルーツトマトとかになると、ほんとフルーツみたいな味で、ね、でもね、なんか変な糖質じゃないじゃないですか、なんかもう砂糖たっぷりとかの糖質じゃないから、そうですね、変な砂糖食べるならトマトですね。そうですね、素敵そう、なんか家でもね、その、うん、野菜を作れないかなって思って、はいはいはい、ちょっとプランターで、プランター？プランターで作れる、育てる野菜を調べてきました。うんうん、皆さんもぜひね、ぜひ興味ある人は作ってみてください。はい、1位から言っちゃおうかな。はい、じゃあトマト。おー、やっぱ安定、安定、作りやすいし、確かにちっちゃくね、うんうん、丸い鉢とかでもなってるの見ますもんね。見ます見ます。そうなんだ。で、2位、レタス。意外自分で言って、って小さなプランターでも育てやすくて収穫も簡単だそうです。そうなんだ、すごい。あとラディッシュ、ラディッシュ、ラディッシュってなんだ、おしゃれ。ラディッシュって株？あ、なんか赤い株みたいな、ですよね、ちっちゃいやつ、うん、あ、すごい。成長が早い、うんうんうん、少ないスペースで育てられる。あ、確かに確かに、おー、すごい。あ、で次、パセリ。パセリ、へー、
パセリ育ててたな、うち。育ててたんですか？育ててました。すごい。パセリってね、何でも入れないから、限られるか、パセリってだいぶ癖強めですもんね。そうですね何でもちょっと小さなプランターでも育ち、あ、やっぱね、料理に便利ですって書いてるね、うんうんうん、パセリ、あのパスタとかね、はい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 、あとミニキャロット、短い根の品種がプランターでも育つって書いてますね。そうなんですね。あとほうれん草、ほうれん草、クールシーズンに適し、プランターでも育てやすい。クールシーズン、なんかまあ、ワード的に寒いシーズンですね。そうですね、冬ってこと？そうなんだ、すごいですね。次、ピーマン。小さな、やっぱこう比較的小さめのやつですね。なんかやっぱ緑系が多くないですか？確かに確かに。待って、野菜って基本緑か。そっか何を二人でボケボケなそんな感じで、あ、で9月に取れる、やっぱ季節ごとに違うじゃないですか、はいはいはい、9月に取れる野菜がやっぱ、あ、トマト、うんうん、やっぱトマト、あれですね、万能ですね。トマト万能ですね。トマト、ナス、ピーマン、かぼちゃ、ほうれん草、キャベツ、あ、秋に向けて成長し始めるらしいです。あ、そうなんですね。すごい。私、でもかぼちゃ食べれないんだよな。あ、そうなんですか？そうなんです、大好きかぼちゃ。ね、多いですよねなんかピーマンの肉詰めとか言うんですけど、みんなかぼちゃがどうしても食べれないんだよね、なんかちょっと土っぽい感じがして。あー、でもなんか、なるほど。あの、保育園でね、保育士してた時に、うんうん、やっぱ子供たちと一緒にご飯を食べるんですけど、うんうんうん、おかずでやっぱかぼちゃって結構出てくるんですよ。出ますよね、うんうん、かぼちゃの味噌汁とか、かぼちゃの煮物とか、はいはいはい、煮付けとか、うんうん、もう食べれなくてでもなんか子供たちに好き嫌いダメだよとか、ちゃんと食べるんだよって言ってる手前、う、ね、もう、うん、もう食べないといけないから、うんうんうん、もう息を殺して食べてますよ。えらい先生、えらい未だに食べれないなんですけど、まあまあね、そんなこと言わず、そうですね、みんなね、かぼちゃちゃんと食べてくださいねということで、野菜についてちょっとね、あの、お話ししました。はい、ちょっとね、あの、秋に向けて、うん、ちょっと家で育ててみたいと思います。はい、またね、あの、逐一報告をするので楽しみにしていてくださいよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、次の曲はですね、柳舞のオリジナルソング、マイウェイです。どうぞ。聞いてよ聞いて。はい、ありがとうございます。柳舞のマイウェイ聞いていただきました。続いてはね、ラストのコーナーなんですが、はい、まあ、告知ですね。告知ですね告知なんですけど、あの、7月かな、うんうん、あ、8月かな、8月ですね8月からスタートした柳舞とシンガーのマリアちゃん2人で始まった YouTube がありまして、えむすびという、あの、笑うに結び、ひらがなで書いて、えむすびという、あの、ユニットなのかな、コンビを組んで、はい、スタートしました。はい。ね、ぜひぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。うんうん、ね、あの、ラジオだけ聞いてる方は、きっと柳舞がどんな人かなっていうところから入ると思うんですけど、ね、うんうんうん、ぜひ顔までね、見ていただいて、そう、個人で、あの、インスタグラム、うんうん、TikTok も下げ始めまして、うん、あとは、YouTube もね、一応柳舞チャンネルもありまして、はいはい、さっき聞いてもらったマイウェイの、と、あと、最後エンディングで流す、オレンジデイズという曲も、あの、ミュージックビデオが上がっております。はい。なのでね、ぜひ、柳舞の顔と声と、あの、一致させていただいて。そうですね。なんかね、謎ですよね。確かにラジオだけで知ってる人って結構いるけど、うん、実際見たら、あ、こんな感じの人なんだ、みたいになること、時々あります。そうそうそう、ありますよね、うん。っていう感じで、あの、ぜひね、顔と名前を、あの、結構ね、言われるのが、一致してるとは言われます。あ、でも一致してます。マイマイは一致してます。こんな声です、ですよ。っていう、一致はしてるみたいなので、はい、ぜひね、あの、歌声も、さっきね、生歌も聞いてもらったんですけど、ぜひぜひ、いろいろね、見ていただけたらなと思います。そして、路上ライブなんですけど、はい、今ね、あの、定期的に、うんうん、新宿
とあと歌舞伎町の公認路上というのがあって、シネシティ広場っていう広場があって、公式なんですよ、はい、ちゃんと予約を取って1時間まるっと歌える場所ができまして、いいね、助かりますね。今まで新宿ゲリラで行って、うんうん、まあそこで歌ってちょっとあのストップでみたいな感じで言われたらすいませんって言って場所移動してっていう感じだったんですけど、そこはもう安心して1時間歌える場所なので、はい、しっかりめに歌わせていただいて、うんうん、っていうのをあのちょこちょこ増やしてるので、はい、ぜひよかったら、ちょっとね千葉からは遠いけどまあ東京に遊びに行くよっていう方がいたら土日 で、ね、うんうん、でまああのインスタとか X にこうどこでやりますとか何時からスタートしますっていうのを、基本的にもう今暑いから夕方が多いんですよ、はいはいはい、夕方とか夜、ね、まあ夜7時からとか8時からとか、うんうん、まあっていう時間が多いので、ぜひよかったら、聞きにね来ていただけたらと思います。はい、はい、で TikTok もですね最近実は配信をしておりまして、お夜の時間が多いんですけど、はいはい、TikTok 配信もしてるので、いいじゃないですかそう、だから歌はねあんまり歌ってなくて、まあ、ラジオみたいな感じなんですけど、雑談みたいな、雑談が多くて、まあ時々歌も、あ、いいですね、口ずさむぐらいだけどそうっていう感じで歌ってますので、ぜひ柳舞知っていただけたらなと思いますはい、思いますイントネーションがねちょっとあれでしたねっていうことで、もうね早いものであっという間に1時間経ちますね、高橋さん。はい、もう終わってしまいますよ、今日も。今、エンディングだと思って。じゃあ、最後のね、締めの言葉に行きたいと思います。はい、はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日のラストソングは柳舞のオレンジデイズ。オリジナルソングですね。皆さん、今週も楽しんでいただけたでしょうか？今いろんな場面でこのラジオを聞いていただいていると思いますが、来週もぜひお会いしたいと思います、お相手は柳舞とアシスタントの高橋由衣でした。今日もみんなにとって素敵な一日でありますように。バイバーイ。